やっちゃうようん、大丈夫です。そうこで、今日もやってくんですけど、今日はね、えー、まぁ、あ、ちょっと声こもっちゃってるんですけど、トリトンチャレンジですね。トリトンチャレンジなんですけど、今ね、えっと、4時半で結構最速でね、トリトンが取れたんで、えっと、まぁ、あ、俺ね、ドラフト、あの、苦手なことで結構有名なんですけど、まあ、そんな俺でもね、取れたってことでね、まあ、トリトンを取れるコツね、ちょっとね、あのー、まぁ、あ、最速でぶっ飛ばしてやった時に理解できたんで、えっと、そこら辺をね、えっと、まぁ、あ、 あのー、い,いけたらなと思います。と <laughs>、えー、いうことで、え行きます。よいしょ。えっ、ー、と、トリトンはね、基本ね、このチャレンジ、ロイジャイとジャイが多いんで、取らない方がいいです。これ絶対ミニペがいいですね。あの、ミニペとか、プリンスとか、結構そういうカードが強いですね。で、ライトは迷うけど、ライトでいいかな。これは、うん。 で、えっと、これは、アイゴレですかね。うん。コウモリ受けれるんで。基本的にその戦って勝てるカードか、あの、バランスのいいカードですね。で、これ、ロイジャイですね。あの、圧倒的にトリトンがね、ロイジャイに弱いんですよ。あのー、結構。なんでね、あのー、やりオブかななるほど。トリトンはライトで飛ぶんで、そこら辺をうまく使っていきたいが、 タルババがあるんちょっと待ってもいいかな正直。はい。オッケー。で、まぁ、あ、こんな感じで相手のカードが、はいはいはい、コウモリですね。まあ、コウモリは俺があげたカードなんでね。はいはいはいと。真逆。これはタルババかな5分ゴブ。なるほど。とりあえず穴掘り飛ばしていき。このチャレンジね、取るね、ないっすね。うん。あの、一回も見てないっす。 そう、アイスウィーズとムートが少なくて、アイスウィーズがめちゃくちゃ多いですね。アイスウィーズ多くて、やりゴブも多いですね。で、ゴレも結構多い。で、えっと、あとはガフムレとかも結構多いですね。なんでワンチャン相手が持ってる可能性が多いにありますね。よいしょ。よし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 。これバチクソカウンターいけるんで。 これ、コウモリ対策のアイゴレをね、あの、挟んでいき、トリトンが来ると思うんで、オッケーオッケー,ッケーまあ、この辺は何かしらをあー、なるほど。いやー、マジかーこれ、裏に投げとけばなー、コウモリで一斉に処理されないんで、よかったんですけど、まあ、これは、えっと、いやー、どうしようかな。ホグが来たらいいけどね。あ、でもこれ、あれだ。来たらあれだ。引っこ抜かれるから、ムートじゃないと、遠距離カードじゃないとダメだな。これ、引っこ抜かれちゃうんですよね。 ミニペだったら大事故を起こして死んでましたわ。よいしょ。うーんなるほどね。まあ、ここは相手がね、コウモリとかがある、あるんですよね。逆にゴブがないから、コウモリとトリトンでしょそんなもんだと思うんだよな。なんで、これは一回、コウモリ読みのアイスピを挟んでいき、はい、これはライト。 無と、働き働き、おおー、あれで逆線持っていく。なるほど。新しい。全然新しくなかった。<laughs> やばーい。やばいが、言うてっすね、これ。<laughs> 左も入るんでね、あれ。で、えっと、ロイジャイ入れていき、ワンチャントリトンに引っこ抜かれるのかな、あれ。 よいしょ。で、ムートぐらい。おー、アイスピええー、なるほど。えー、すごいな、あれ。これ、完封していこう。おいー。なるほど。よいしょ。OK!OK ーーーーかな ?OK ーーかなはいー、今のね、あの、完封がいい味出してましたね。そう、やりごと、あのー、ああいう細かいのを、右下2体潰すようで出して、 何でもいいっす、ね、あそこの枠はゴブでも、まあやりゴブでもできるってことは、やりゴブは細かいシリーズで最弱なんで、まぁ、あ、何でもできますね。で、左上だけをね、押さえてあげればって感じですね。まあ、まあバレルの解説は置いといて、ゴレジャイ、ロイジャイが多いんですよね、このチャレンジ。あとラバがたまにいますね。これは、えっと、プリンセスがウッドとかないと圧倒的にね、面倒なんでね。コウモリ、コウモリは、えっと、これ大型多いんでザッピー取りたいですね。 で、はいはいはい。もう言ったそばから大型来るんで、ね。ここむずいなこれ難しいけど、まあ、ジャイの方がザッピーで止めてるとき楽かな、基本。で、これはザッピー取ってるんで、そうですね。ファイボですね。圧倒的に。まぁ、あ、言うてコウモリとかはプリンで潰せるんで、<laughs> 全部俺が取ったカードになんで、初手が。まあ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  アウトローがネクスに見えてる。ってことはワンチャンウッド相手が持ってる説あるな。アウトロー渡してウッド持ってるぐらい。だからファイボないんで、ね、安心して出せますね。ファイボとポイズンどっちも、このゲームの中にあるってことはね、ほぼないんで、今なかったんで、今までで。なんで相手が持ってる呪文ライトとかっすね、基本。ロケットまあ見てないかな。ライト、この、さっきから俺が見てる見てないって、そのドラフトチャレンジによって、そのなんだろう、アルカード今ちょっと平行いちまったな。 まあのえっと、あるカードとないカードがね、あの、多いんですよ。多いっていうか、差が平しい。うん。なんで、プリンセスとか、えっと、ジャイ・ゴブジャイは結構見てきたけど、逆にそのロケットとか一回も見てないんですよね。なんで、ポンポン置いていきます。よいしょ。で、これ、ファイブナインで、ジャイ、ジャイしていき、これ、プリンセスが働いてくれますね。延命した甲斐がありましたね。

だあの時相手エリなかった可能性があるんですよね。そう。なんで、もう一回ポンポン置いて確かめていきます。まあ、これ、雪切ったんでもう一回これの処理にね、トリトンとか多分使わなきゃいけないと思うんで、そしたらスケとかを出していき、アイゴレ、ネクストのアイゴレ引っ張っていこうかなと思います。これ、エリ、鬼アド取ってるんでもう6、7ぐらいって、ね、多分エリアド取ってるんで。OK。はい。なるほどね。で、ここ。 こうえっと、相手のね、雪、雪は俺が回したカードなんで、もう一枚ぐらいね、多分呪文持ってると思うんですよね、個人的に。そう、なんで、コウモリ、竹取ってからコウモリとか来やすいと思ったけど、コウモリ5打ってもいいな。はい。で、もって、うん、アルトロ出しちゃおうか。ワンチャンやな雨とか、でも打つ場面結構あったよな。言うてかな。はい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 。これは美味しいですよ、と。 圧倒的に相性がいいですね。でも相性ってこのドラフトの時点で相性を決めるのがね、ドラフトチャレンジなんでね。とりあえず、これは今アリエ,エリア取ってて、また雪切ってね、これが残ってるんで、こ5打っていいですね。ゴブジャイが潰してくれるんで、これがゴブジャイ強いんですよね。あの、わちゃわちゃを潰して、あのー、これ多分、ウッドもないな。雪しかないさては。はいはいはい。美味しいおいしい。これ普通に。 これ、あのー、あれですね。パス、パスだ、あの、俺もパス買っちゃったんで、結局。そう。もう、ほんわかでどうせマルチやって、350クランぐらいどうせ集まるからと思って、パス買っちゃいました。なんで、まあ、許してください。買う意味ねえんだよな、とか言ってたけど、パス買っちゃいましたね、結局。もう最速で動画出したい。もう今日はね、ーズさんに負けない勢いで俺出せると思うんだ。結構最速じゃないかな、これ。 トリトン来たーやばくないこれ。トリトン来ちゃった。えげつい。これ俺、グラチャルとかでね、早速、もうね、あのー、強そうな、これね、マジ、ミニペ最強っす、本当にこのチャレンジ。で、トリトンは絶対にいらないんで、あの、自分が選択肢あったらあげた方がいいですね。なんか本当にテンプレに組み込ませるのはあれなんですけど、バランスが取れないデッキにトリトンが入ってると、ちょっと弱すぎるんですよね。これ、 バルキリーですね。圧倒的。このアウトローに強いんで。で、ここがプリンセスですね。プリンセスはやっぱマルタナイト、さっきみたいにね、ずーっと生きるんで、あのー、ウィザードとかプリンセスとかそういう呪文なかったら、呪文があったら弱いけど、呪文なかったら滅法強いみたいなカードは結構おすすめですね。で、これ初手、アンパイのケツアイゴレからのアウトロセパ。で、ダブルアウトロー作って、相手がまずね、あのー、これどっちアウトローってなるんで、とりあえずアイゴレを出していき、 これケツは取るっすね。矢の目持ってるってことは、相手ウッドか雪玉か、まあ5か、そこあたりか。スケラか、スケパレとスケラの択あったっすね。この、あの、グが結構同じなんですよね。そのドラフトチャレンジ。で、結構、その、あ、これ3勝目であったのと同じ択だっていうのがね、結構あるんで、だから、その、タグを覚えておくのが大事ですね。ミニペトトリトの択とかも結構あったんですよね。これ、ミニペ出しとくか。 あ、やべべやべえ。やべやべえ。ごめんやめろ。これで、相手の呪文がわかるはずなんだけど、ギャング使って、ファルチェ、ファルチェムート。うーん、アーチャー。なるほど。オッケー。これで爆破は多分、ガールも食らわないはず。だーバチクソ食らったし、ガール2体とも死んだわ。最悪。これでもいけるな。アーチャー切ったんでね。 多分、ガゴとか来い。来ねえ。まあ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 結構なダメージを。あー、マジもったいねもうちょとあと2マスぐらい前にアウトローボーイを出せれば、あちあちの展開でしたね。ワンチャン後ろにギャングついて、俺、あの、まだバルキリー見せてないんでね。これ見しちゃうか、ここで。やばい。やばいやっとまたー最悪だ最悪すぎる。うーわ。 今の、今のミスで1000円ぐらい持ってかれた。よく見てないから何持ってかれたか分からんけど。雪玉持ってるってことは、丸太ないと思うんで、はい。もう学ぶ。学ぶから俺。ト取りンんやん、あれ。<laughs> 今度前にやったけど、前で溶けてくらったわ。あーえぐい位置になったもた。やばい。これやばいな、ちょっと。まあでも結構いい、結構いいよ。 こ,うよくてこれプリンセス同彩でいいっすねもう同彩勝負になるんで柳で削っていこうかな OK いいよこれで雪玉しかないんでこうきたーどっちかに雪玉打たなきゃいけないでこれでアーチャーとかが来ると思うんで 柳で削っていきよいしょはいまあこれお礼をねしていきまあ礼儀ですねスタンプは礼儀なんでオッケーオッケーとりあえずこんなもんかなあと1回ぐらいやっとくかはい結構いい感じっすねまあまあまあこんなうわこれはまあファイボすね圧倒的に、うん、このチャレンジプリンセスとかさっきからアウトローが多いんでこれのほら言ったしさっき でこのタクも多いんですよだから、その片方相手に渡されたら、その相手がこの片方を持ってるかもなっていうのを覚えておいた方がいいですね。で、と、ロイジャイワットで一人と似にあれなんで、そう。で、あとはロケか迷うなこれ。まあロケとファイバーちょっと邪魔なんでね、さすがに。 これでもワンチャンミニペに向かってロケ打たれるっていうかこのクランちょっと強いクランなんで相手のトルが普通に高い説がありますねまあトリトン渡したんで勝てると思うんですけどねそんくらいトリトントリトンマジこのチャレンジ足手まといなんでね自分が組むテンプレにあの入れる分にはね十分に強いと思うんですけどやっぱりトリトン弱いんですよねこのチャレンジだととりあえず怖いなはい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 しまいに何来るかわかんないけど うーわ、えげつ。フリーズ秒でかましてくることなんかある。やばくないいやー、プリンスはね、多分このチャレンジで最強クラスだと思う。ほんとに。ギャングがあんまない上に、あー、やばいなー、これ。もうね、これで時間稼ぎするしかない。はい。まあ、これはまだ、これプリンスの受けに使えるんでね。よいしょ。オッケーオッケー。 OK, OK. 押さえた方、押さえた方、全然。アイスイズでしょアイスイズ、ギャング、ジャイ、プリンス。で、俺が出し、渡したのがトリトンでしょトリトン。で、フリーズが相手持ってる。うわ、だる。おいしょ。よいしょ。いいよ。これでまたプリンス、だるいなファイスピーを受けに使わないといけないのかな。 これコウモリ最速で出していこう。ここにクリーズ使ってきたらファイスピード受けれるんでね。タン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 。プリンスがなくなって、このジャイジャイが邪魔だな、マジで。プリンスがなくなったので、ケツジャイするか、ケツゴブジャイして、 ほんで、相手がジャイ合わせてきて、でもプリンスがないんで、合わせる火力がないんですよね。トリトン裏につけてくると思うんですよ。なんで、ここは、えっと、はい。ミニペアを出し、逆彩振っても、いや、これ逆彩あるな、ワンちゃん普通に。これでギャング来るんで、潰して。はい。OKOK ーーーー。いいよ。めちゃくちゃいい、めちゃくちゃいい。めちゃくちゃくちゃくちゃいい。 これもう俺学んでっから。はい、折ってる。いいよ。めちゃくちゃくちゃくちゃいい。くちゃ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 。はい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 。俺、エイムいいから。こわー、出たやばいやばいやばいでもこれは守れる。この笑顔。いいよ。12か。相手ロケット持ってるんだよね。そう。なんで、ここでロケット撃つしかないんで、 絶対に巻き込まれないところに出し、はい、いいよ。ここは、えー、トリトンがあるので、ミニペアを出していき、ギャング。ギャングにどうつ。ここで打っていいな。やばい。ギャングくるな。OK、いいよ、いいよ、いいよ。めちゃ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 いい。よいしょ。これギャングくるんで、こうモい出します。はい。 なんか来る。よいしょーうまいですね、俺。マジでうまい。てな感じで、まあ、どうせね、この後、2連勝して、あの、スタンプゲットできると思うんでね。まあ、こんな感じですね。うん。あの、相手の、渡したカードを覚えておくっていうのが、本当に、あの、無課金でエメがない人とかは、あの、割と、俺が学生だったら多分やるかもしれないですけど、メモるのが割といいかもしれないです。その、渡した4枚を確実に覚えておけば、あの、手札把握、 が簡単になるんで,すよよりなんで、ガチでトリトン取りたい人は、トリトントリトン。はい。ってな感じで、えっと、割と覚えとけれない人は覚えれるぐらいのね、頭のいい人だったらね、俺はもう無理なんで、あのー、なんでもう適当にね、雑に覚える、もうトリトン渡したな、ぐらいしか覚えらんないですけど、本当にガチで無課金トリトンとかウルトラリア宝箱欲しい人は、渡した4枚を毎回メモっておくっていうのもね、割と大事かもしれないですね。 てな感じで、これ開けて、トリトン、どうせトリトンなんでね、これ。あーいらない。いらない。てな感じで、今日は本編で終わりたいと思います。ちょっと長くなっちゃったんですけどね、まあぜひ、えー、まあ結構コツをね、語れたかなと思うんで、あのー、まあお役に立てたらなと思います。まあ後日また、えっと、トリトン入りのね、えっと、強いデッキをね、あのー、紹介したいと思うんで、そちらも見ていただければと思います。ということで、今日はお疲れ様でした。バイバーイ。